い、こちらただいま豚楼通りに来ています。豚楼の中ほど、豚楼の沿い14でございますね。こちら豚楼14に本日新しくカレー屋さんがオープンしました。はい、ここ豚楼の沿い14でございますね。はい、早速カレー屋さん行ってみたいと思います。はい、トンの中の方入ってきましたら、まずこちらにシャカリッチでございますね。シャカリッチがありまして、こちらのすぐ横、こちらの方に上等カレーがあります。上等カレー、大阪でね結構有名なカレー屋さんがとうとうバンコクにも来たというふうなことなので、早速食べていきたいと思います。このカレー屋さんの他に豆腐屋さんもありますのでね、ぜひぜひ来てみてください。早速行ってみましょう。早速メニュー見ていきます。福島の上等カレーですね。大阪福島、まずこちらの方ね、カツカレー290バーツ、結構いいお値段してますが、大盛りするなら30バーツプラスで、上等普通のカレーが230、卵カレー、ハーフサイズミニカレーとかもあるんですね。でエビフライカレー、こんな感じですね。でスープサラダ付きにするとプラス50というふうな形ですね。であとまあドリンクというふうな形で、あと全国は豆腐屋さんもありますので、豆腐のいわゆるスイーツ系メニュー、こういったパスタ系もございます。スイーツ系もあります。豆腐もねもちろんございますのでね、見てみてください。パスタも美味しそうじゃないですか。こんな感じでございます。はい、こちら上等カレー早速来ました。でこちらで、ね、カツカレープラス大盛り、大盛りにしました。こちらカツカレー大盛りプラス 100g にしてます。こちらの方早速いただきます。どんな感じだろう。カツもなかなかいい感じじゃないですか。カルタにちょっとだけバズるの食べてみましょう。さっき少しいただきます。結構ルーは甘めですね。で、まあカツも揚げててサクサクで結構美味しいでございます。はい、こちらの上等カレーさんね、こちらのトッピングも無料でついております。こちらですね、トッピング、らっきょうとこれは漬物ですかね、福神漬け、そして自分の辛さは自分で調整してというふうな感じですね。はい、じゃあこれもちょっとかけて食べていきたいと思います。どんな味でしょうか。ちょっと汚くなっちゃった、ごめんなさい。らっきょう、らっきょうもちょっと1個ぐらい食べましょう。ここにちょっと行きたいです。これちょっといただきます。手作りでうまいですね。らっきょう、らっきょうもなかなか、このらっきょうと福神漬け食べ放題、入れ放題です。おいしい。どんどん食べていきます。はい、きれいにいただくことができました。なかなかね、おいしかったです。ごちそうさまでした。はい、上等カレー食べてまいりました。なかなか美味しかったです。初めがね、ちょっと甘いかなと思ったんですけれども、後からねなんかこうカーッと辛くなってくるような感じがして、なかなかいいカレーですね。まだちょっとリピートして食べたいと思います。カツカレー好きなんで、はい、また、ね、新しいお店多分どんどん出てくると思いますから、バンコク一円広がってくると思います。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。